どうも皆さんこんにちは、ティムです。ということで今回はハリーポッター魔法の覚醒についてなんですけど、 PVP オンライン対戦の戦闘面について話していきたいと思います。その前にこれからハリーポッター魔法の覚醒についての最新情報などを動画にしていきますので、見逃さないようにぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで戦闘面についてなんですけど、ジャンルとしては戦略 RPG 要素を取り入れたリアルタイムカードバトルとなっています。今リアルタイムカードバトルといえば、まあてっぺんとかクララバとかそういった類が挙げられると思います。そしてこのゲームのシステムとしては、ハリーポッターの魅力である魔法の杖を駆使した呪文、エクスペクトパトローナムやアクションなど様々な呪文をカードを通じて使用することができます。勝利条件は自分のデッキにある様々なカードを使用して相手のキャラクターの HP をゼロにすれば勝利となります。ただしカードを使用する際にはカードに指定されたマナと言われるコストを消費しなければカードを出すことができないので、今持っているマナを攻めに使うのか、またまた一回守ってカウンターにつなげていくのか、相手との心理戦などマナを考えながらプレイする必要があるので、かなり奥深いゲームとなっています。おそらくクラッシュオブロワイヤルをやったことある人はなんとなくどういったゲームなのかすぐに理解できると思います。私はクラルは結構長いことしていて今もプレイしているんですが、結構似ていたカード効果があるので、ハリーポッターの呪文カードをクラロワのカードに例えるみたいな動画にしようと思っていますので、クラロワを知っている方でこのゲームを楽しみにしている方はぜひ今後上げていく動画も楽しみにしてもらえると嬉しいです。逆にクラロワが知らないっていう方の方が大半だと思いますので、そういった方についてはシンプルに呪文カード効果のみを話すっていう動画も上げようと思っていますので、そちらの動画も楽しみにしてもらえると嬉しいです。でこの呪文カードめちゃくちゃあるんですけれども、その中から自分の好きなカード8枚選ぶことでデッキを作ることができます。ちなみにカードの種類にはノーマルカード、レアカード、エピックカード、レジェンドカードの4種類があり、一見レジェンドカードと聞くとレジェンドカードが最強というイメージがあると思いますが、ノーマルカードやレアカードにもレジェンドカードよりも強いカードがあるので、自分の使いやすいデッキを組むのが正直一番強いと思っていますので、そこだけデッキを組む上では分かってほしいポイントの一つです。またデッキを組むには呪文カードだけではなくキャラクターとパートナーカードがあり、キャラクターには一人一人特殊スキルを持っていて、この今出ているハーマイオニーだったら呪文カードを4枚使用するごとに手札のマナ消費量の最も多い呪文カードのマナ消費量が半分になるといった特殊スキルなので、シンプルにカードをたくさん出すことができ、必然的に主軸となるカードは呪文カードをメインにしたデッキの方が強くなるので、このキャラクター選択はかなり大事だと思います。他にも様々な効果を持っているキャラクターたちがいるので、自分に合ったキャラクターを決めてその次に呪文カード8枚を決めていく流れになります。次にパートナーカードについては、攻撃するユニットを出現させたり、また回復スキルを持っているユニットを出現させるといったキャラクターをサポートしてくれるユニットを出現することができます。でまとめとしてデッキを組む順番としては、キャラクターを選んでそれに合わせたカードを8枚選び、そこからサポートカードで弱点を補うのか、また攻撃や防御に特化するといった自分に合ったデッキを組むことができます。続いて戦闘面については、先ほど話したデッキを使って他のプレイヤーたちと戦うんですけど、戦闘は非常にシンプルになっていて、キャラクターを動かすのかカードを出すのかの2種類だけで、まあこれを一つ一つ紹介していくと、キャラクターを動かすには移動したいところにタッチするとそこの場所まで行ってくれます。でこれ何のためにあるのかと言いますと、敵からの攻撃を避けることや自分の出した防御ユニットの後ろに回ったりして敵からの攻撃を防ぐこともできます。またカードの効果には相手をノックバック、後ろに吹っ飛ばされたり中央に集められたりといった呪文効果があるので、意外とこのキャラクターを動かすのも相手からの攻撃を防ぐっていう面に関してはかなり重要になってきます。次にカードを出すということに関しては、先ほども言ったんですけど自分のマナーを消費してカードを出すのでそこまで難しくはないんですけど、場面場面に合わせて一番最適なカードを出すのが必要です。で上級者とかになってくると、相手の手札回りと言われる相手の今持っているカードを予測してこのカードを出せば相手は防御できないだろうみたいに心理戦で勝つことができたり、また相手のマナーも分かっておくことで絶対に相手を倒すことができる攻めるチャンスが分かるので、この2つを意識しながら戦うと勝てるチャンスが増えると思います。でまあこの2つに関してはかなり頭が使うので、
なかなかプレイしても身につかないと思うんですけども、まあ今回分かってほしいのは、戦闘についてたった2つしかやることはないんですけども、とても奥深いゲームということが分かっていれば大丈夫だと思います。最後に PVP オンライン対戦で3連勝することができれば、勝った相手の敵からランダムでカードを手に入れられることができるので、できるだけ3連勝してカードを集めるようにしていきましょう。でこんなこと言うと、3連勝するには自分は難しいって思う方もいると思いますが、今この動画を見ているということは、他の日本人プレイヤーよりも1歩いやいや2歩3歩ぐらい先に進んでいると私は思っていますので、ゲームに自信がない人でも安心してください。私はこれからハリーポッター魔法の覚醒についての最新情報だけではなく、呪文の効果などについても詳しく話していきますので、ぜひチャンネル登録して見逃さないようにしてもらえると嬉しいです。グッドボタン、コメントの方もお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。